名護市の皆様、こんにちは。伝道者牧師 YouTuber の菅野直樹です。暑い一日でしたけれど、日が沈み涼しくなって過ごしやすくなりましたね。この場所でこんにちは手を挙げてくださってご挨拶、知ってる方でしたらね、よかったら声かけてくださったら嬉しいです。 SNS やまた YouTube もやっております。よかったらこちら QR コードありますのでフォローしていただけたら大変嬉しいです。1ヶ月一度千葉の2駅でこのような形でソリッド活動させていただいております。先週は能登半島に行ってまいりました。チャリティーコンサートをし、また鹿町というところで慰問コンサートをし、やっと仮設住宅に入ったばかりのその方々が戸惑っている、そのような中でなんか助けになりたいな、そんな気持ちで行ったんですけれど、励まされたと言っていただいて帰って励まされる、人を持ちつ持たれつ、互いに支え合い、また互いに愛し合い、励まし合って生きていける、皆さんそのような人生の中でこの船橋において、本日この船という名のつく海、そしてこの船というのは世界のベストセラーザ・バイブルから言えばノアの箱舟というのがあります。車でノアという車がありますけど、まあ、全人類を覆うような洪水がかつて起こった、船に乗った8人セム・ハム・ヤペテとその家族、船って8つに口って書きますよね。そのノアの洪水、その船でノアの箱舟によって救われたその人たちが、そこから船という字が来たんですね。船に8つの口、ノアとセムハムヤペテ、その奥さん、かつては8人だけでした。でも今日はそれをはるかに超える人たちが歩いています。本日皆様にお届けいたします。ノアの箱舟が洪水を免れたように、イエスという方、2024年前この世に来られた救い主が、信じるだけでノアの箱舟入った人が救われたように、救われ永遠の命を得ることができる、本日皆さんにそのメッセージをお伝えしたいのです。永遠の神の愛が湧く。
シエス、こんにちは。夏休みを満喫している。君たちによかったらティッシュとカード差し上げても、よかったら受け取ってね。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、今もその愛船橋の皆さん、こんばんは。お勤めお仕事お疲れ様です。トラベルで来られてる方、トラベルにはトラブルがつきものです。でもジーザスが共におられる、 God be with you、 Welcome to Japan、 この国に来てくださった皆さん、ありがとうございます。여러분안녕하세요、저는강남의목사입니다。예수님당신은사랑합니다。예수믿으세요。다자가온오저카인투치찬시예수예수아이니이신크라예수아나타아이시테마스영원노카미노아이와와레라노데아이노나카데미보문스부イエス愛に、여러분안녕하세요。今もその愛受けている。船橋の皆さん、こんばんは。お仕事一日お疲れ様でした。まあ暑い一日でしたので、室内で。お仕事された方はちょっと多少待ちだったかもしれませんけど、まあ、私も今さっきまで市川の駅でこのようなストリート活動をして、もうフラフラになるようなね暑さでしたけれど、まあでも暑さに負けてしまうっていうのは、心が弱くなるとね、病は気からと、健康も気からと。ですから私たちの心が元気であるならば必ずや。でもその元気というのがどこから来るのか、何が変わっても変わらない、そういう土台がある、まあ、地震が起こった時にね、土台があまりない、液状化現象というのがね、能登半島で起こったということをね知られていますけれど、まあ、先日行った輪島市などではですね、もう2メートル以上の、まあ、海岸線がね隆起する、つまり海があった場所が陸地になっちゃった、2メートル持ち上がった、つまり船が座礁し、また海の底がね陸地になってしまうようなね、そういう、だから港が機能しない。あの能登半島の輪島というのは、あの地震前までは本当にですね、あの漁業が盛んな場所で、1年間に150日間お魚を取っていればね、もう大金持ちだった。でもそんな漁業をしていた方々がね、その魚を取りに行けない、船が動かせない、まあ、今まであったその隆起した底から、どうやってその隆起した砂岩を取り除くのか、まあ、それは難しいので、まあ、1.5 キロほどあの輪島の海岸は埋め立てをするというね、まあ、今そういう計画だそうです。輪島塗りで有名なその方々も作品が地に植わり、約9割の家屋が解体されるような、そのような中で、観光客で有名なあの朝市というところが火災が起こって
居と化してしまっている、まあ、そして今仮設住宅に入っている方々がいるんですよね。でも実際この地上で私たちが生きているその場所は仮設住宅みたいなものです。ずっとここで暮らせるわけではない。やがて、あ、二人でやってますお近くなんですか？え、どこから来てくれたんですか？こんばんは。一日お仕事、学校の部活、お疲れ様でした。暑い一日でしたね。先ほど1時間半ほど市川の駅でこのような街頭活動をして、私は熱中症にかかる寸前それほど暑かった、まあ、だからこの夕方のこのそよ風がね、気持ちいいんですよね。太陽が沈み、風が吹くことでね、暑さが飛ばされるように、私たちの人生の中で辛く悲しいことがあったとしても、私たち人間を作り愛しておられる神の一人子イエス・キリストというお方と出会うなら、そよ風が気持ちいいようにあなたの人生に喜びと平安と、さらに永遠の命が与えられます。今日プレゼントとして与えられるこの救いをあなたにお届けいたします。こんにちは。お元気ですか？近くでね、ティッシュとかお配りしています。こんにちは。お仕事お疲れ様でした。私の心と魂が疲れて傷ついても、静かにあなたを待ちます。ここに来てくださるまで、主よそばにいてください。私は船橋の皆さん、こんばんは。暑い一日が終わり、夕方になって涼しくなって家路を急ぐ皆様に、まあ、一言、あなたの人生にとってなくてならぬものは多くはない、いや一つである。マリアはその良い方を選んだ。私たちの人生になくてならぬものそんなに多くないんですよね。なくなったってね、結構生きていける。まあ、先週は能登半島に慰問活動に行ってまいりまして、
まあ、それは家を失い、家屋を失い、仕事を失い、家族を失った方々が、それでも命があってよかったってそう言われるその方々、いや確かにね、これもあれもなければ生きていけない、でも案外私たちにとって命があれば、でも命があってもね、私たちの一回の人生だけで、この70、80のこの人生だけで終わるんではなくて、死んだ後永遠に続く世界がある、そこまで含めて私たちの人生なのです。こんにちは、私たちの人生はこの地上だけではない、そう、私たちは間もなく引っ越しをして永遠の世界に、だから今日皆さんにお伝えいたします、その永遠の命、天国に行く、その一つの、たった一つの方法があります。人となって来られたイエス、2024年前に生まれた救い主、皆さんその方が、あのクリスマスの出来事です、私たちの救い主です。